ヨタヨタよくテレビで出るシーンやね。うわ。ちょっと湿ってる感じが。すごいね。これ青っぽいですね。でも今日好きな方濃くなっていくよ。おいしそう。お前匂いだけでおいしそう。徐々に外の気温も上がってきているので、ここもアルコールの香りとかウイスキーの香りがより華やかに感じられると思います。ちょっとお写真もたくさん撮ってください。すごいな。香りはどうでしょうかね。先ほどのニューポットと比べていただきましたら、より華やかな香り、木の香りです。お写真を撮られている樽の中身、すべて本物のウイスキーの原酒が入っています。はい。ただこれはまだ原酒の状態なので、どれが山崎になるか、どれが筒井になるかは決まってない状態です。これから熟成が進んで個性を持って、ようやくいろんなウイスキーに分類されていきます。材料が一緒でも。そうなんです。もう薬もトリスも山崎も響きも全部同じ材料で同じ作り方で作られていますね。はい、年数の違いとか樽の違いとか、その違いによっていろいろ分かれていく。じゃあここに黄色い線があるので、ここよりも少し後ろの樽の方に皆様お並びください。ありがとうございます。原酒の中身がどうなっているか、こちらでご確認をいただけるんです。右側が4年間、左側が12年間の原酒ですが、全然色が違いますね。12年の方がより、こういった色とか味わいというのは、長い年月をかけてこの木の成分が自然に溶け込んでいくから生まれていくんです。誰かが着色をしたりとか、味わいを加えるということはないです。そしてもう一つ変化があるんですが、いかがですか。量がだんだん減っていきます。これをエンジェルズシェア、天使の分け前と少し刻んだ言葉で呼んでいるんですが、これはウイスキー作りには欠かせないことなんです。最初は9割ぐらい進めますが、だいたい1年で 1-2% ずつ減っていきます。これはですね、夏の暑い時期にいらないものがどんどん外に出ていく、蒸発するから中が減っていくんですね。冬の寒い時期には山崎の美味しい空気をたっぷり吸い込みながら熟成をします。これを10年、長くては30年とか40年ぐらい繰り返すものもありますので、樽を置いておく場所、環境というのがとても大切な原料になるんです。湿気が多い、樽が乾燥しにくいというのももちろんですが、山崎の空気とか温度変化、これも山崎の味わいになりますので、そこでしか作り出すことができない味わいになります。それ以外にはやはり木の成分ですね。木の違いというのが一番ウイスキーの味わいに影響を与えますので、樽の違いというのはこの後詳しくご紹介してまいります。ぜひ皆様触っていただきながらで結構ですので、奥の方までお進みください。熟成のピーク、一番おいしい時期というのは、大体12年前後ぐらいで
も長く熟成をされているというのはすごく貴重なケースなんですね。量もだんだん減りますので、やっぱり高級なウイスキーに使われたりですとか、高くなったわ、お値段も高くなりますね。それがいい。そこでちょっとお待ちください。皆様が揃ってからまたご紹介したいなと思いますが、大きさが違ったりとかは使うと熟成のスピードとか樽から来る成分の出方というのが違ってきますので、それも味わいに違いが出るという一つの、分け方ですね。まだそうです、はい。小さいので180リットル、大きいので、480リットルですね。大体このあたりを置いてあると480リットル、もう大きいからです。ゆっくり熟成をするので、骨太のしっかりとした味わいに仕上がります。小さい方がより早く熟成をして力強い味わいですね。ではどうぞ皆様、こちらに珍しい樽がありますので、ご覧いただきやすい位置にお集まりくださいませ。その手前の3つの樽の一番上、こちらをご覧ください。ナンバー0001、実はこちらが日本で一番古いウイスキーの樽です。この蒸留所が日本最古の蒸留所ですので、それまでウイスキーを作っている樽というのは存在しなかったんです。じゃあこれは何の樽だったんでしょうか。日本酒もう一つ樽で熟成させるものがありますよね。実はこれはワインが入っていた樽なんです、このワインを抜いてウイスキーの原酒を詰めて長い間寝かせる。そうすると、ワイン由来のとってもフルーティーで甘い香りを持った原酒に仕上がるんですね。これが日本の最初のウイスキーの樽です。今でもチェリー樽を使ってウイスキーを寝かせるのは非常にポピュラーで、とてもよく出ているんですが、これはとってもフルーティーで甘い香り、口に入れるとちょっとビターで苦味とか酸味があるようなスパイシーな感じの原酒ですね、こういったものもあれば、ホワイトオーク、先ほど原木の木が奥にありましたが、こちらがほとんどなんですけれども、あちらはバニラのような甘い香りを持った原酒に仕上げてくれます。あと珍しいのが日本の水ならという木を使った樽です。数も少なくて、漏れやすくてすごく年数がかかるというのでとても使いづらいんですが、それだけとてもいい原酒ができるということでサントリーでは今でも使っています。この水ならの原酒はとても上品で甘い香りを持ったとても伸びがいい原酒に仕上げてくれるんですね。樽の違いによってこれだけいろんな味わいができますので、樽の違いだけではなくて大きさとか、あと寝かせる位置、下の方か上の方かの温度変化、これによっても原酒というのは変わっていきます。なのでここにある原酒は全て味わい個性が違うんですね。同じものは出来上がりません。この後どうやって一つのウイスキーに仕上げていくかというと、それは最後ブレンダーが登場して匠の技で組み合わせていって生まれていきます。ブレンダーは画家にも例えられまして、画家はたくさんある絵の具を使って一つの素晴らしい絵画に仕上げるように、ブレンダーもいろんな絵の具があった方が、山崎という一つのウイスキーでも、奥行きがあったり甘かったり、いろんな味わい香りを表現することができます。それ以外にもいろんな角瓶だったり響きだったりというふうにいろいろ分類することができるんですね。このようにいろんな作り分けを行っていって、最後はブレンダーの手によって組み合わされた山崎という一つのウイスキー、今日はご用意しておりますので、ぜひどんな味わいがするのかというのはこの後皆様の下でご実感ください。それではですね、この貯蔵庫を出まして、試飲のお部屋にご案内したいと思います。皆様はぐれないようにまっすぐお進みください。この樽ってワインの樽とおっしゃったけど日本製ですか。日本製のものもあります。いや、最初のは最初のは現地で作ったものですね。でそこから樽ごとワインを輸入してきて、中身を抜いたものをウイスキー用の樽に使ったものです。今では樽のまま持ってくるということはほとんどないです。
解体をして木材にした状態で運んできて、で日本の樽工場で組み立て直すというのがほとんどですね。あそこの石の下に入っているんです。あれは当時のものはもう入っていません。はい、あんまり寝かせすぎると木の渋みとかも出すぎたりするので、うん、一番いいところを見分けて取り出すのもブレンダーの味覚に頼ってければいいっていうもんですね。そうですね、はい、でも中身を抜いてしまうと乾燥して樽がバラバラになってしまうので、それを防ぐために中に違った現象を入れています。鏡も鏡って何が違う。